こちゃん見てみる。はい。で、実際にごめんと。まず甘さか。友達がね、いっぱいいると思うんですけど、
今回この曲もとても素敵な友達に向かって歌った曲でした。次の曲はですね、私たちこう J-POP を中心に歌ってるんですけど、次の曲も友達について歌った曲になっています。キロロさんのベストブレンドです。聴いてください。お届けしたいと思います。聴いてください。幸せも憧れも。
届きそう。